さあいきなりですけれども平野さん、はい、心の準備はできてますでしょうか。はい、いやもうこれはもうまさしくパリオリンピック代表選考が決まるということですよね。あもうあと3ヶ月なんですよ。いやもうここまで来ちゃいましたね武井さん。どうします、またあの争いを見なきゃいけないのかという。ね、最後の最後が一番苦しいですからね、私たちも見ている方も苦しいですからね。ご多分に漏れずですけど、はい、また激戦になってますよ、ね、特に女子この2位争いでございますけれども、はい、個人の2枠目、はい、伊藤美誠選手、はい、そして平野美宇選手、はい、伊藤選手に関しましてはやはり東京オリンピックで金を取れなかった悔しさというところが、はい、まあ、おそらくモチベーションになっていると思いますし、うん、平野選手にとってはやはりね東京オリンピック個人戦つかめなかったと最後の最後 ね石川選手との、はいはい、まあ、そこで敗れてしまっているのでやはりこうシングルスへの思いというのは、うん、2人ともやっぱり強いですよね。来月にはですね、はい、第6回の代表選考会こちらがございます、はい、その前にこの2人の直接対決がありましたので、はい、そちらを振り返りつつ代表レース、はい、選考レースがどのようにこれから動いていくのか、はい、ちょっと見ていきたいと思います。まずはこちらをご覧いただきましょう、はい、5回の直前ランキング、はい、まず2位の平野選手と3位の伊藤美誠選手 36.5 ポイント差ということでございますけれども、はい、そんな中選考会の準決勝で直接対決が実現したということでございますね、はい、そうなんです、はい、さあこの人は直近の試合は平野選手が勝っていた、はい、ということなんですけれども、はい、そうなんです。2020年の11月の第3回選考会とでこれはもう4対0というスコアでしたし、うん、まあ、T リーグの個人戦はこれはすごく私も記憶に残ってますね。もう最後のギリギリのところでこう粘り勝ちをしたというような形で、うん、はい、ということで平野選手直近2連勝で迎えた第5回選考会の準決勝序盤はこのような展開になりました。まあ、がっぷり4つとそうですねいう感じでございますけど、ただこれ第1ゲームを平野選手取って、はい、第2ゲームも平野選手のすごく流れではあったので、このまあ正直こうまあこれ 1-1 なんですけれども全体としては平野選手がこうなんていうんですかね押してるというかその戦術の形みたいなところは私はこの第3ゲームに入るあたりのところまでで言うと平野選手のがやっぱり私は若干有利じゃないかというふうに思ってます。なるほど。スコアはイーブンだが流れは平野美宇か。第3ゲーム3対3の状況からディープ解説。平野さんは本当にこうなんか一皮むけた成長した感がありますよね、はい、でその平野選手の強みは、うん、バック対バックの形で、はい、前よりもすごく自信をつけたと思います。苦にしてない感がありますよね、その展開の時にね。まあ、でももうこの2人の試合を見ると、まあ、メンタルの勝負というか、うん、もうちょっとでも崩れた方が負けっていう、ではもう互角なんですよね。互角ですね、知り尽くしてるしお互い、はい、このプレーちょっともう一回スローで見たいと思うんですけど、これ伊藤選手ってやっぱりすごくコース取りがすごくうまい選手なので、うん、要所要所で平野選手のやっぱりミドル、まあ、特にフォアミドルをうまくついてるんですよ、はい、でこのプレーに関してもこれも、はい、でこれをね平野選手返すんですよ。今のもう本当にもう完璧なミドルのコースだったと私も思うんですよね。ちょうどね、そうです、もうここどっちか嫌だなっていうところ、はい、でもこれをクルッと返してブロック、ここ返すんですよね。この一球はすごく大きい一球ですね。相手からするとダメージがある。ちょっと攻められた時に、はい、前みたいにこう早く早くっていう展開だと取れなかったところ、はい、この半歩下がったところの強さが、これ平野選手の今一番いいところじゃないかなと僕は思うんです。強みですよね、はい、もうちょっと下がっても一球返すっていうことができるようになってるっていう、はい、ね、そのもう一球があるんですよね、はい、これがじりじり効いてくるわけでしょうね、はいはい、1ポイント1ポイントっていうのが。私は伊藤選手からすると、まあ、ちょっとダメージのある1点だったなというのはさっきの一球思いましたね。取れてたものが取れてない、はい、2ポイント分ですもんね、はい、そうなんです。あと伊藤選手でいうとすごいなと思うところは、うん、第1ゲームの後半も伊藤選手フォア側からこうやって平野選手のフォア側とかにサーブを出したりとかしてたんですよ、はい、そこで結構平野選手に完璧にレシーブをされていて、うん、あんまりいい展開じゃなかったんですけど、うん、でなんかそういうプレーがあるとやっぱちょっとフォア側から効かないかなって言ってちょっとまたサーブ変えたりとかするんですよね、はいはい、でも試合の中でやっぱそこを1回取られても、いやこういうこの場面だったら効くかも、いやこういうふうに変えたら効くかもっていうその選択っていうんですかね、うん、
なんか一回これダメだったからもう使うのやめたってのは絶対ならないです。あ、なるほど。相手をしっかり見て、はいはい、あやっぱりこれが一番いいんじゃないかとか、うん、そういう選択っていうところはすごいですね。今みたいなボール回転の量が強いんですよ。でボールが深い。そうですね。すっごいしこれで下向けて押さえてるんですけど、うん、飛ばされてるんですよね、うん、だからここを徹底してやっぱり攻められるっていうのが伊藤選手からするとちょっとストレス嫌なんですね、はい。質が高いですよ。そうですね、これはだから例えば点にならなかったとか、はい、展開でちょっと、はい、自分がミスがあったりとかしてもやっぱりその自分の精度みたいなものには自信があるんですよね。自信あるんですよ。そうなんですよ。だから一球一球、まあ、反省するんですけど正しく反省する、はい、あこれはもうあ別に今の1分大丈夫だよ、うん、この1本はダメとか結構あるんですよ、はい、やっているとちょっとしたミスが出たかな、これはちょっとした相手がファインプレーだったなとかってあるんですけど、うん、やっぱりそこをせんあの自分で冷静に判断していかないといけないんですけど、うん、点入った入らないだけで判断しないということですね。そうなんです、はい。だからすごいわかりますよね。だ私が見てた時に、まあ、その1ゲームの取り合いにはなってるんですけど、うん、トータル の、まあ、その状態と質とかいろんなものを、うん、考えた時に正直この試合は平野選手の試合だなってずっと私は思ってました。なるほど、ねはい、終始そんな感じ。そうなんですよ。長いってやっぱ平野選手のこの救出を続けられたら、うんはい、伊藤選手苦しいよなっていう、ちょっとね、押されてる感ある。そうなんですよね。だから伊藤選手が勝つためには、まあ、そこを崩すしかないっていう感じ。だからね、なんか見ててね、この2人の対戦久しぶりに見ましたけど、はい、なんか伊藤美誠選手の天才感がないんですよ。はい、わかります。それが出ないんですよ、はい、出ないよ。そうなんですよ ね、それを平野さんがねしっかりと抑え込んでる感があって、はい、伊藤選手のなんか天才的な部分っていうところで言うとやっぱりそのサーブの変化とレシーブのトリッキーなプレーですね、はい、なんかパーンってやったりとか、ね、急にね急に変えるみたいなとかあるじゃないですか、はい、でその2つだけでももう多分防がれちゃってるんですよ、はい、まず平野選手サーブはちょっとこう横回転より低い縦回転系のサーブで、うん、あんまりこうちょっと強くいきにくいサーブを出したりとか、うん、あとレシーブに関しても無理せずもうバックにレシーブするっていう感じで、はい、なかなかその早い段階での伊藤選手のトリッキーなプレーが見られないので武井さんみたいな印象になってると思うんですよ。そうなんですよ。だこのあたりやっぱりよく分かってる同士で ね、そうですよね。深いですよね。深いんですよ。トリッキーになれない伊藤美誠を見るっていうね。これ、で別に伊藤選手が弱気になってるとかじゃないと全くそうじゃないんですよ。それを防いでるっていうところが、いやちょっと熱く喋りましたけど、はいそうですね、この伊藤美誠の天才感を封じ込める平野美宇のこのプレー、なんですかね、サーブとレシーブはできるだけシンプルにして、うんはいはいはい、でなんかこう単純なラリーにする、ラリー展開にすると、うんはい、でもそのラリー展開の一球一球、まあ、特にやっぱりバックハンド、うん、でその伊藤選手のバック側に攻めるボール、うん、これの質ですよね。回転の量、深さ、はいはい、高さの変化とか、はい、速さの変化とか、うん、このあたりはやっぱちょっとこれ崩すの難しいなっていうのはこのゲームなんか特に現れてましたね。非常にクオリティの高いプレーということですね、はい。続く第4ゲームも平野が制したが、ここから伊藤が意地の2ゲーム連取。流れが変わるきっかけは第5ゲームに隠されていた。3対5で迎えた1球なんですけど、はい、平野選手ちょっとまあなんていうんですかね、チャンスボールというように見えるような1球だったんですけど、それを、はい、パンとスマッシュミスをしたんですよ、はいはい、そこでなんか伊藤選手への流れがガラッと変わったというか、ほうなんか伊藤選手ってだからそういう勝負感ってすごいんですよね。伊藤はここ逃さないぞみたいな、はいはい、あれこれちょっと今回の試合分かんなくなってきたねっていうのを空気感として感じたんですよ。迎えた最終第7ゲーム、追い上げムードの伊藤が6対3とリードする。ここから試合はさらにヒートアップ。まあ、でも美誠ちゃんはここ絶対勝ちたいですよね。そうですね。だからもうこの、まあ、ポイント差があるので、うん、まあ、もう毎試合毎試合、まあ、極端に言うと平野選手よりも上に行くっていう、いやそれさえですもんね。だからこういう直接対決なんかもうそのまま現れるんで、ポイントに。そうなんですよ。だからこのね
今あの平野選手がポイントリードしてるじゃないですか、はい、うん、これも影響してくると思うんですよ。それも込み込みでなんて ね、このメンタルの状態みたいなところもバクタバク、あーこれがすげえ打ち合いだな。いやそうですよね。いや、あの、怖すぎな。正直、うん、まあそのまあ、伊藤選手バックが表ソフトですけど、表ソフトの選手でここまでラリー戦が続いてですよ、はい、これまでちょっと下げられたりとかして、はい、それでもあんな入るっていうのは、うん、他の選手いないと思うんですよ。確かにね、こんなコントロールできないんですよ、表ソフトっていうのは、ね、そうなんですよ。そうなんです、こういう単純に単純ですよ、平野選手はシンプルに、シンプルにも長いサービスもこっちは負けないと、で振られたらそれもいくよみたいな、うん、くわ伊藤選手からするとこの2ポイントはね、いやいや、そうだから ここがその伊藤選手の苦しいところですよね。このままじゃダメだっていうのがあるので、うん、だからまあそういう時に多分フォアハンドとか、はい、そういうのを多分どう入れられるか、うん、あこの2ポイントな、これこれはちょっと流れが平野選手に、前回の対戦の時の7ゲーム目も最後逆転されてるんですよ伊藤選手は、ね、だからちょっとそういうとこう頭をよぎるんですよね。よぎる。ただこのサーブですよねそう、この2本すげえ重要ですよね。そこはやっぱサーブ変えずにいきましたね、この場面はフォア側からのサーブ、うん、でもあの形はいいんですよ、やっぱりそうバックじゃなくてやっぱフォアでどっかで勝負っていう、で私が伊藤選手の立場だったら私も同じような形で、あのフォアハンドでどっかで行こうっていうのは、はいはい、形は悪くなかった、選択も悪くないし、はいはい、ただそれが決まっていないというだけですよね。ミス出ちゃったので、まあ、それやっぱここで一旦考えますよね、あれそれで良かったのかな、どうなのかなっていう、良かったと僕は思います。いや私も、ね、そのだからあのままずっとバックはちょっと厳しいので、うん、まあ、それはやっぱ展開を変えたいと思うと思うんで、ただ4ポイント連続っていうことになると、そう思い切れるかどうなのか、そうなんですよ。だからこの1ゲームの中で2人のメンタルがもう揺れに揺れてますよね、もう、ね、シーソー、まさにシーソーゲーム、シーソーゲーム、点数もメンタルもシーソー。この2本目のサーブどうします、イランさんなら。伊藤選手のバックに突きされるというのは嫌なので、はい、私だったら例えばフォア前にちょっと横回転系のサーブに、ほうほう、短いの、はい、ちょっと短めで、はい、おバック平野選手のバック側に来ましたよね、うん、伊藤選手はね、とにかく私はツッツキバックにツッツキをされないようなサーブを出しますね、うん、私だったら。なるほどね、うん、なるほどね、うん、これはな、そう、まあでもこれもちょっとね、なんかあのタイミングが合わなくてちょっとなんかねねとかね、重なってるかな、だから6対3からですよ、もう連続得点ですよ、8、6、5連続ポイントですよ。このサーブこれをしのげば、あ悪くない、だからすごくないですか、平野選手もあそこから立て直す精神力もすごいし、はい、うん、で伊藤選手はこれだけ連続失点してるんですけど、表情が今回すごく私は落ち着いてるなって思ったんですよね、うん、確かにすごく冷静に見ているっていうんですか、うん、試合をここからひっくり返した経験も何度もありますもんね、うん、ありますからね、いい、そう、ここいい、ここをフォアハンドでいくっていうのがすごいですよね、うん、やっぱり伊藤選手の中にどうしてもやっぱりここあそこバックではちょっと良くないで、どっかでフォアハンド使おうっていう頭はあったんだと思うんですよ、はい、これフォアでいきます、ね、フォアでいきます。逆に平野選手はもっとバックでもよかったかなって私は思います、うん、まあ、バックでバックを振らせる、やっぱりフォア側からサーブを出してバックに来たボールを回り込むって相当な、うん、こうやっぱり動く距離もあるし、あるんで、なのであれミドルだから回り込みができたとも言えるんで、いやもう分かんねえ、どうしたらいいか全然分かんねえいやどうしよう、フォアサイド、あれがねこう出てしまったのか出すつもりだったのかちょっとね、それはもう伊藤選手聞いてみないと分かんないですけど、まあ、でもうまくレシーブしましたよ、あれはもうフォアじゃなくてストレートにいったっていうのが大きかったですね、うん、それも平野選手の
まあ、すごい良かった場面ですね。なるね、はい、あれどうなんですかね。ねえ、ちょっとどうなんだろうなって思いますね。出ちゃった。出したいとは思ってない、まあね、と思うんですけど ね、その前がね、こうフォアで打ってかけてるんで、もうこれマッチポイントですから。はい、これスローいきましょう。これスロースロー、はい、これ見てください。これ点数、これもマッチポイント捉えてますからね、平野選手に、はい、これがもうこれぞ伊藤美誠っていうプレーですよ。できないですよ、分かっていても。これでももう読んでますもう一歩入ってますもんね。でも長いサーブ来たらもう打ってやろうっていう気でいますから、うん、これはね、私これ驚きましたよ本当に。いや、えぐいですよね。背景ですよね、この選考レース中です、はい、この1試合は大きいです、うん、でもうマッチポイント捉えてますみたいな。ここがもう本当伊藤選手のやっぱりこう一番の持ち味ですね、はい。やっぱりこれされると長いサーブもう一本っていうのはちょっと行きにくいですね。でもここは裏の裏っていうのもね。いや、もう一本長いサーブでもいいと思いますよ。いいですよね。でもバック対バックで、はい、私はいいかなって僕もそう思います。思っちゃうんですけど、はい、まあ、この場面で出せるかっていうとちょっとね、短いサーブですよね。で、まあ、これはちょっとラッキーボールになりましたけど、これ神様本当さ、高鬼が出てくるじゃない、こうやってさ。これあれ第6ゲームの最後の方には平野選手がポロって入ってみたいな場面あったんですよ、伊藤選手が取れなくてみたいな、はい、だからなんか、あ、そういうのも見てたんで、うわ、今度はこっちかって、ね、そう、今度はこっちかみたいな、はい。前回の勝負もすごいギリギリの勝負でしたからね、うん、でもまだ平野美宇な感じがちょっとあるんだよな、はい、ね。ここですよね、もう絶対。だからここでサーブを変えてフォア側からじゃなくてもバックからでも回り込むっていう、うん、この辺のこうなんか決めの思い切りの良さみたいなものはやっぱり平野さんとこう伊藤美誠がやってると、はい、それをどっちがこう断固たる決意でできるのかみたいなね。そうですね、そのあたり大きいですよね。大きいと思います。だから勝ちたくなっちゃうと負けちゃうと思うんですよ ね、うん、もう安全に行きたくなってもやられるし、これだ、こう出ちゃうんだよな、ね、そうなんですよ。普段ならな、どこも、うわ、うん、すげえな、これすごい試合じゃないですか、これ。はい、ということで最後大激戦、なんと伊藤美誠が3ゲーム練習して、はい、ここを勝ち取るという展開になりました、はい、これにて代表選考レースも、はい、またね、また大混戦となってきましたけれども、はい、こちらが現在の選考ポイントランキング。第5回選考会での直接対決後も平野と伊藤はそれぞれポイントを加算し、現在の差は 20.5 ポイント。大激戦の代表争いはいよいよクライマックスへ。ここから、まあ、選考会と全日本選手権と、まあ、もちろん、ね、はい、Tリーグとか、あとは海外のツアーで中国の世界ランキングトップ、まあ、3選手に、はあ、ね、はい、勝ったら、はい、ボーナスポイントみたいなのもあるんですけど、うん、まあ、でもポイントの大きさのところでいうと、やはり第6回の代表選考と全日本選手権がすごく、はい、まあ、重要にはなってくると思いますね、うんうん。特に全日本選手権の場合は1位と2位も20点の差があって、はい、2位と3位も20点の差、まあ、もちろん3位ベスト8とだと30点の差というふうになってくるので、1位でも上位に行くっていうのもすごく重要なので、うんうん、まあね、本当これはもう最後の最後まで分かりませんね。